Hello. Hola. アニオハセヨ。こんにちは。Welcome back, Ulala Channel. I hope you are doing well. And I appreciate your feeling. Thank you. Thank you. And we have a lot of earthquakes in Japan, and I'm safe.Thank you, my friend. と、こんにちは。今日もうららチャンネルに遊びに来てくれてありがとうございます。今日は耳かきと雑談、ものすごく久しぶりにやろうと思います。綿棒の箱の音から入れてみちゃったりして、今さ、日本で地震がすごく多くて、でこれからも大きい地震来るかもしれないけど、みんな備えるだけ備えて乗り切ろうね。じゃあ耳きれいにしようか。で、初めて僕のチャンネルでこの動画を見てくれてる人、耳かきと雑談シリーズっつって、もう9年ぐらいやってるのかな、10年ぐらいになるのかな。本当に雑な雑談なんで、温かい耳で、温かい目で見守ってください。そういえばさ、最近ショートでダンス動画をメインに上げさせてもらってるんだけど、昔ブレイクダンスやってませんでしたかみたいな感じでコメントもらって、10代18歳ぐらいの頃、ちょっと映画ブレイクダンスっていうのがあって、でその中に出てくるターボ、ミスターシュリンプっていう人のロボットダンスっていうか、エレクトリックブギー、今でいうアニメーションダンスだね。それにその動きにすごい憧れて、トリッキーでかっこいいなと思って、それでそのブレイキン自体は俺はそんなに練習してなくて、背中で回るバックスピンとか、膝で回るニールスピンだっけそういうのでくるくる回ることはたまにやってたんだけど、当時って30、38年前、いや40年前ぐらいになるのか、
あのね、クラブじゃなくてディスコ、そうやって集まって踊れる場所があって DJ がいて、でも当時そういうラップ系の音楽とか、うん、あのテクノ系、トランス系とかそういうのあんまりメジャーではなかったんだよね。どっちかっていうとアンダーグラウンドで、その横浜の方では本木とか、あと、うん、あと川崎とか静かな、あの静かなディスコではそういうブラックミュージックとか流してくれるんだけど、あとはそのミーハーというかね、そうだね、最近でいうパラパラみたいな感じでみんなで踊るダンスがやっぱり流行ってて、あとマハラジャとかもそうか、うん、だけどどうしても俺はそのエレクトリック武器、ロボットダンスとかがやりたかったんで、そういうアンダーグラウンドな静かなディスコによく行ってたんだけどさ、それでまあディスコでは、ディスコの中ではまあまあ踊れてる方、うん、そんなに全然うまいわけではなかったから、それでね、ある時に横浜でもそのミーハー系の、あのこういう動きの、あのダンスで、そういうディスコに行ったのね、友達と。でその時にたまたまラップがかかったから、あのランディ MC かベイシティボーイズ、そういうラップミュージックかかったから、ちょっと踊ってみたのね。でそしたら、あのそのエンジンができちゃって、そのお客さんが丸く周りに集まっちゃって、でもう一人なんか踊る、その初対面だったんだけど、ロボットダンス系を踊る人がいて、バトルを申し込むような、そのバトルを申し込む儀式みたいな動きがあるんだけど、ね、全然やるつもりなかったんだけど、バトルなんて、あのどっちかというとオリジナルの動きを自分で作って楽しんでいくタイプだったんで、うん、だけど流れでなんかバトルみたいになっちゃって、でその時にあの体を動かして、お客さんに、その見てくれているギャラリーのお客さんにぶつかりそうになっちゃったので、その時にあの危ないと思って、あの重心を変えた瞬間に、あの左足ボキって音がして、で最初は骨折かなって思ったんだけど、あの靭帯、病院に行ったら、あの左膝の靭帯が何本か切れてて、で膝に水が溜まっちゃって、うん、でしばらくはギブスつけた生活してたんだけど、うん、でそれでお医者さんに、あうるさいごめんね耳かきね、うん、それでお医者さんにね、あの君は競輪の選手みたいな足してるけど、なんかそのアスリート系のスポーツやってんのって言われて、あのブレイクダンスちょっとやってますって言ったら、あそういう風になっちゃうと、その復活させるのは難しいかなって当時のお医者さんに言われちゃって、うん、言われたのにちょっとリハビリしてからまた調子に乗って踊ったら、すごいまた痛めちゃって、その最初ほどではないんだけど、うん、だからもう、あ危ないんだなって思って、でもずっとダンスやってなかったのね。だけど45歳の時に YouTube 始めて、あの海外で、特にアメリカで Facebook の友達とかもいっぱいできて、
で海外の人たちとコラボしたり、あとメッセージのやり取りしてる時に同年代のやつがダンスやってて、でまた自分も火がついて、ちょっとずつちょっとずつその左足に負担かけないように自分でいろいろ動きを考えながらできる範囲でその踊っていこう、やっぱりダンスがすごく好きだから踊っていこうって思って、うん、それで57歳から、うん、本格的というかその自分のできる範囲の動きでダンスの練習の動画をショートでちょっとものすごい数ものすごくなっちゃったんだけど上げさせてもらって、で本当の目的というか、うん、やっぱりダンス苦手な人とかダンスしたいけどできないとかそういう人たちが、こんな今58歳の親父が、うん、ダンス練習してんだったら俺もやってみる。で最近そういうコメントも来てて嬉しくてね、そういうのが目的だったんで、うん、まあもちろん、まあ、おっちゃん頑張ってダンスしてるよみたいな、そういう見てもらいたい部分っていうのも確かにあるんだけど、それはまあ承認欲求の表れなのかな。で練習しなくてもいいレベルって言われたコメントをいただいたことがあるんだけど、それすごく嬉しいんだけど、毎日毎日毎回毎回練習なんだよね、あのおじさんの場合、うん、で常に練習してないと、で一流のダンサーなんてもっとなんだけど、やっぱり練習して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 本番に臨む。だけど僕は本番みたいのがない。え、うるさい、うるさいの2回目、すいません久しぶりなんでやっぱりいっぱい喋りたくなっちゃって、舞台に立つつもりもないし、まあ、最近2ヶ月3ヶ月前ぐらいから TikTok もやってるんだけど、うん、で YouTube のダンスの方は牧原ドリルを中心にあの動画を上げさせてもらってるんだけど、うん、あのドリル系と結構合うので、多分頭の中でもドリルを考えたりしてる時もあるし、で TikTok の方では全然違うあの音源で出してたりもします。で TikTok の方が多分長い動画になってると思うんだよね。で毎日毎回、うん、正直言ってトライアンドエラーなんですよね。あの少しでもテクを磨いて、うん、もうちょっと上手くなりたいなっていつも思ってて、トライアンドエラー、トライアンドエラー、トライアンドエラーを今ずっと繰り返して、で57歳の親父ダンス練習中から58歳の親父、まあ、8月2日で僕58歳になったんで、58歳の、ああそうだ、コミュニティとかでコメントとかすごいありがとうございました。もう58歳になっちゃいましたなんでもそうだけどさ、トライアンドエラーってすごい自分の大好きな言葉で、うん、ああ、たとえ失敗したなと思っても、うん、Yes, I'm good、うん、で仲間がやっぱりダンス動画とかもし上げててうまくいかない時があっても Yes, you are good、うん、
でダンスやってる人たちがたくさんいるわけだよね。その撮影者がどうかはわからないけど、やっぱり一人で踊ってる人とかだけど、そういうのがその YouTube とか TikTok、 そういういろんな媒体で集まってるわけだよね。だからみんな上手かろうが下手だろうがダンスを楽しんでるんだよね。だから Yes, we are good、 そういうふうに言いたくてさ。 で耳かき、ちょっと少なかったんだけど、あんまりね、このおっちゃんの長話に付き合わせんのもなんだし、恒例の両耳攻撃 いくよ。よし、綺麗な耳になった。今日も来てくれて本当にありがとうございます。耳かきと雑談いつまで続けるかはわからないけど、で何回か YouTube もうそろそろ引退しようかなと思ってたんだけど、息子に相談したり、そう、9年前とか10年前、息子と一緒に、自分のチャンネルで息子に盛り上げてもらったりとか協力してもらったりして、でね、そんな息子ももう二十歳過ぎて大学生で、でまあアルバイトも頑張って、でやっぱりね、その息子がいろいろ YouTube に関してもいろんな新しい情報をくれたりとか、楽しいんだよね、やっぱりやってて。だからね、小さなチャンネルでも見てくれてる人いるし、で勇気づけてもらったとかそういうコメントをいただいたりしてるし、やめるというよりもマイペースでできる時にやっていこうかなって。で ASMR 音源に関してはその過去に作ったものをこれものすごく出来がいいので、なかなか新しい本気の ASMR 音源っていうのは今のところできてないんだけど、その社会の情勢が変わったり環境が変わったり方針が変わったりで、そういう時に人間の脳の周波数ってやっぱりその聞く耳自体が変化していくんだよね。だからその周波数に合わせて音を変えたりとか、今そういうふうな感じでブラッシュアップして、でいつかまた新しい音源を作ろうと思います。やっぱり ASMR は海外からのアクセスが多いんですけど、ぜひ日本の皆さんも仲良くしていただきたいなと思います。で最近はあんまりお返事返せないんですが、すいません、リアルにリアルなまだ仕事をやってるんでいろいろ 結構忙しいおっさんなんです、ありがたいことに またまた喋りすぎちゃいました。 Thank you, my friend. Yes, you are good. Yes.Yes, I'm good. Yes, we are good. 本当にありがとうございました。あなたの人生が笑顔の多い人生でありますように。
Thank you, my friend. Sweet dreams. See you. Good night. おやすみなさい。Don't forget subscribe. Heh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